まだあと2つ。ああ、しかもこの2人、忠勝、この2人っていうか忠勝が嫌。もう、なんで西郷がこの2人なんだろうね。まあいいや。気にしないで頑張ろう。怖い。ここきつそうだな。はい。いざ尋常に。いやー。勝負。ああ、もう。逃げるのだけが。そう。上手くなってくぜ。とりあえず、とりあえずなんとかこうたくさん巻き込んで。そう。攻撃コーナー。やっつけてしまいたい。敵はそれがしか。いやもう中津とかじゃんがこんなわちゃわちゃした中に出てきたらほんと怖いんだけど。それ右、ほい前、左左右と内側当たりやった後にこう強制で落ちて降りてしまうのは嫌ですね。なんかこう貴重な地面を取ってしまったような気がする。サルトビはサルトビで伝説の忍びだよ。出てこない。うわそれはあかんわ。足元の巻き石にご用心。それは、それはない。ね、ちょっと小太郎、小太郎の逃げる逃亡作戦で、逃亡作戦の線。近い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 。これでなんとか逃亡作戦で。いいよサスケ。我らが軍の力強さを。自慢は後回し。あたつつ。行くぞ大将。えら。でも時間かかりそうだなこれ。しょうがない。け。虎さんは怖すぎる。てかこのいや虎が増援がまだ。うーん。うわ。オッケー。出ちゃよいしょーのかしょ。あれー、捕まらんかった。若き日の義弘として。あら、違うキャラを捕まえたよ。あれでもなんか当たらんな。力を貸してくれ。いける。じっちゃんがな当たるから。あ、やべ、最悪のタイミングだ。おいの見込んだ通りじゃ。最悪のタイミングで影を撃ってしまったからもうやるしかなかったけど今。よいしょ。もったいねえな。これは正解のない詰め子だ。忠勝がこの雑踏の中に出てこないことを非常に願う。勝ち逃げ勝ち逃げ。あ、やべ、軍隊が見えてない、入ってない。早く早く来るだろう。どっから来るかわからんけど出てこない。そしてトラ、トラはやめてください。なんでトラが出てくるの。うち漏らしは俺たちが何とかするんだ。やばいな、トラとか意味わかんねえし。やばいわー。あなー、あーでも1戦目でいけたわ。出たよ、もうやだ。まだここいいけどなぁ。でもよいしょ、あうガードすんじゃねえよ。やば、あんたのご主人様に虎の名前は渡せないね。後ろから殴る。いけるか。以上ってのは厄介だね。全部当たれ。正当も不正当もない。あとはなんで霊がいるの。霊っていうかなんて言ったらいいの、あの重装兵亡霊みたいなやつ、あれ邪魔やわ。まだ終わらないの。まだ終わらないの？早く終わってよ。もう疲れたよ。どっちが最良かな。武士ゆえに負けねえから引き下がれるのだ。なあ、呪いがあるし邪魔なんだけど。呪い、ちょっと呪いマジ邪魔なんだけど。これはよいしょ。なんで大将、これが俺様の使い道。なんでガンガンやられてるのか。ああ、銃かな、わからんけど。銃邪魔だな。早く早く、いけた。オッケー、終わった。あー、うっとし。さあ次どうなるかな。怖いな。うな
ちょ、真ん中のつづら兵が超気になる。何あれは何なの、何なの、どういうことなの。とりあえずは今だけは関東し、うん、たば、もうちょっとにブーストがたまりそうなんですね。あんたのご主人様に虎の名前は渡せないね。とりあえず俺様に勝てたら秘伝の巻でも送ってやるさ。だっとってっと、鬼の名におじけずねえど、所詮滝の音じゃ。さあとりあえず、うりゃ、これは俺様の腕前じゃない。基本的にはうつせみで逃げ回るしかない。武田の手腕だ。なあ、もうガード固えな。逃げるんだよね。おぶろ、ほい、なんでそううまく逃げるかな。あれだ、天の狐がお相手するぜ。ふぅ、来る、これを当たっべきだったかね。よいしょ。そういえば武蔵復活しないな。やはり武蔵はもう数で出番終了なんでしょうか。ほう、一番かわいそうな扱いだなって思うんですけど。無傷で渡るの。ギャー、こら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 、これはそらあかん、それはあかん、それはあかん。そんなところで爆撃をふざけんなよ。忍びが殴り合いに弱いって誰が決めた。右か左か心が決めて言ってみせい。たら、じっちゃんくるやろ。オッケー、じっちゃんいけるはず。次元すなわち次元。オッケー、そして嘘溜まった。いや、使わなくても、いや、戦すが最悪のタイミングでバサラ技を使ってきたらブーストは使います。ちょ後ろに行かないでください。それはね、ずるい。手を結びたいって言うなら一応考えるぞ。あかんと思うんだよね。来る、よいしょ。まあ大盛りやからタイミングはつかみやすいんだけどな。情ってのは厄介だね。正当も不正当もない。あー、ガードされてるか。まあやり方が一緒やからな。ふい、同じことをしていると弾かれる。バカ、どれはあかん、何度も言うてるわせやろ。これやらんほうがいけるか。うわー、なんでそんなギリギリやってくんの。わやばい、これはあかん。うわー、ブーストも発動できへんかったから緊急回避バサラ技できましたけど、これで出る。オッケー、勝負あり。ほいほい、でもってつづらを回収する。ほう、あー、今浸水のつづらが間に合わへんかったのが非常にショック。惜しすぎる。さすがにここは7分かかったか。はい、はい、それではラスト瀬戸内行きましょう。頑張れ私、もう30分以上経ってる、きつい。はい、いざ尋常に。いやー、もう一個の遊戯で30分以上おおかかるっていうのはちょっとどうかと思うんだよね。鏡があるとかうたすぎるんですけど。危ない、はい、危な、危なすじゃ、ここギミック的な問題で危なす。俺様に勝てたら秘伝の巻でも送ってやるさ。危な、ここに来た、ここ武将よりもギミックがきつすぎるやろ。とりあえず格好撃破で一つのところに溜まってるとな。どうなるかな、危ないな。誰が決めた。小太郎の方がいいかもしれん。逃げられるし。ただちょっと、そろそろ武田も屏風の中から飛び出す頃合いさ。気をつけないと鏡の兵に当たる。ほ、ほい、うら、気をつけろよ、だろ、下を気をつけ、あと、とてもだ。よいしょ、オッケー、
おお。特別な術を披露しちゃうよ。あるからあんた運いいね。ていうかあの高見兵味方も攻撃するやん、意味ないやん。ギリギリ当たってない、ラッキー。よっしゃ、小太郎で行くか最後は。いや適当やん。名乗ろうかな。あ、間違えた。ちょっと下のあれは来てへんかな、多分大丈夫やと思う。明日はお手当ての日なのにやられてたまるか。地面の鏡攻撃がなくなってる気がするんで、多分気にしなくてもいいかな。ほっ、足元のまきびしにご用心。あー、あかん、なんてね。このホラガイヘ動かへんからめんどくさいね。ずっとその場に止まり続ける。俺たちは凡人。どうした、大将が特別なんだって。うおー、敵増援って、ちょっとそれはないでしょ、それはないでしょ、それは。あ、やばい、全然見えてないんですけど。ちょっとちょっとちょっと、これ助ける方がいい。こういう場合は小太郎機動力がありすぎて逆にあかん、逆に当たりず当たってない。あ、これはラッキーかな。あー、ラッキー、ナイス。危ない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 。もう、あれ当たった。仲間を守りたいって顔に書いてあるね。赤月丸はあかんわ。正直者にはかなわないよな。だからラストだからね。ここ引き返そういう意味できついからラストやな。負けもしねえ。なんでいきなりこのギミックが大量になったんや。元なりは、元なりは、はよ出てこい。出た。貴様を撃つ一手にて、はい、お、ゲットできた。三つはリメ、めっちゃたまたまな感じやけど。もしかして、あぶない。と負けちまうのか。にゃん。あんたにゃ世話になってるよ。こんな世話してますか。いろんな意味で。我の破れは関係ある。危ないよ。認めはせぬ。いけるやろ。鬼石ヒアリ。いけないのかよ。水俣ヒアリ。ちょっと逃げろー。あ、遅い。遅い。よし。東などいらぬわ。中国は我を。ゲットだぜ。できなかった。ゲットだぜって言いながらできてないって腹立つわ。秘伝の薪でも送ってやるさ。敵か、やばい。そんなめっちゃタイミングよくやられた。おー、さて回復は取っちゃったな、うん、取っちゃったな。で、終わらない、終わらせてください。正解のない詰め子だ。ああ、もう終わってくれ。長いんだよ。今宵もうまい酒が飲めまする。オッケー。ああ、長い、ほんま長い。鏡兵邪魔すぎる。いやー、鏡うざいですね。さあラスト、ここも鏡邪魔してくるのかな。あー、お邪魔してこない。今ここでくたばんな。お隣に気にしたかないけどな。壁とか弦とか張られてうっとうしてると言いつつも、まあ無視してますけど。特別な術を披露しちゃうよ。あんた運いいね。ブーストする、無視をする。猿のうめきが聞こえてきた。ごめんな、あ、やべ、二人とも別れちゃった。俺が倒れたら野郎どもも終わりだろうが。そうですね、チェンジ、チェンジ、ブス、ブスじゃない、バサラ技。そう、ついでに元就も殴って。技向きだ。おら、あんたにはそれがねえ。チェンジ。海を制する者、すなわち天下を制す。当たらんかった。いや、いける。おお、飛び、いける。おらお供の三匹でも連れてきた。あ、ゲン危ない。いける。兄貴ごめんね。はい。
おにぎり取っとく。あ、取らなくてよかった。取りゃ綺麗に受けられますね。何やってんの。あらあら、命知らずにはお仕置きが必要だ。さあ、どこまでコンボ当たって。逃げられた。死の敗北。ゲレロ認めはせぬ。元何もバサラワと言ってくるわ。うん、にゃ小細工は効きそうもないね。そう。なら大細工だ。貴様とは重ねてきた猶予が違うのだ。いや硬いからちょっときついやろな。お、崩した。ラッキー。見て聞いて言って。あ、逃げられた。忍びの仕事も楽じゃないわ。お、ダメですね。でも、影追いは見事に避けられるんですよ。ほら、見事に避けるんですよね。それは若者の知恵だ。なんでそんなお上手に避けますかね。不確定は好まぬ。これはあの故に貴様も好まぬ。壁サンドやりたいのかな。あかんか。あ、間違えた。タイミングが。おお、弾いたよ。財布の中身とあんたの勝利。まあやっぱり最後は、ね、あ、最後は打ち攻めで決めたいと思ったのに、まあ決められますけど、この打ち上げた後の打ち攻めで決めたかった。残念。でもようやくやりました。はい。あー、長かった。もうこの捕まえてみな。ごめんなさ。はい、全体で40分かかっております。現在お疲れさん。もうほんと長い。ご苦労さん。でもレベル100超えでこれですよ。まあ私の下手さとか道具のチョイスとかもありますけれども、いやー、一戦一戦ほんと疲れる。ほんとに疲れる。はい、あ、これも7分。いやー、鏡が邪魔すぎてね。はい、はい、ようやく日本遊戯を進めることができました。勝家さんゲットです。うん、モブ時代の勝家さんをゲットです。お役に立ってご覧に入れましょうぞ。はい、お役に立ってご覧に入れましょうぞ。さあ、勝家さん何と言う。これもえにしか、天に感謝いたそうぞ。うわーおはい、というわけで今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。